こんにちは。こんにちは。わーい。皆さん、こんにちは。SKE48 12期研究生、愛知県出身、中学2年生、13歳のみやびーむこと長谷川みやびです。よろしくお願いします。イエーイ。ビームください。OK。じゃあ、本日1回目のみやびーむ、いきましょう。きますよ。ミヤビーム、うわー、キラキラキラー。はい はい、ちゃんと皆さんにビーム届いてます。チョコミックスソフトクリームと、あと猫ちゃん、たくさんありがとうございます。課金 もうね、定期的にね、定期的にもうね、打たれてます、ビーム。なんか、跳ね返されてますんですよね。でも、ちょっと、力がありすぎて、ミヤビームの頭上を飛び越えていくので、まあ、ダメージはないですね。ビームが眩しすぎて画面が見れない 見てください。なんだろう、明るさ設定をちょっと暗めにしたらね、大丈夫よ。見れる見れる。ハートたくさんありがとうございます。流れ星ありがとうございます。フロリダはまだ夜が明けてないので、ちょうどいい、ちょうどいい、ちょうどいいのか、ちょうどいいのか。夜更かししてるね 夜更かししてるね。今日は早いんだね。そうなんです。今日はちょっと早め。早めな配信だよ。イェーイ。そういえば昨日レッスンがあったんですけど、なんか久しぶりに、ちょっと長めのね、なんか4時間ぐらいのレッスンだったんですよ。もう、なんだろう。最近、なんだろう。そこまでなんか踊ってなくて、踊ってはいたんですけど、そんな、なんだろう、長めに踊ってなくて、あんまり。公演とかでもまあ2時間とか、1時間ちょっととか、2時間ちょっとじゃないですか。4時間なので、もうね、太ももが筋肉痛でございます。ちょっとね、動いただけでもすぐ疲れちゃうよ。はい。まあでも楽しかったです。先週の土曜の写メ会めっちゃ楽しかったよ。ありがとうございます。あ、そうだ。皆さんに聞きたいことがあって、前の配信で、あと、X とかでも、載せてると思うんですけど、ピンクの妖精さんを着ようかなって思ってて、まあ、配信とかでも、なんか、ピンクの妖精さん似合う、絶対似合うとかね、言ってくださったりとかね、皆さんした、あのね、したので、まあ、ピンクの妖精さんにしようかなって思うんですけど、皆さんちょっと、いつがいいかを決めてほしくて、なんか今度の握手会とかトーク会の時がいいか、それともツーショット会、幕張の時のツーショット会の時とかがいいか、どっちがいいですか？写真に残る方か、なんだろう、握手しながら見れる方みたいな感じで、皆さんにちょっと聞きたくて、どっちがいいかなって。どう思いますか？
幕張の斜面はいけないけど握手とトークの時にもやってほしい。あ、本当？握手しながら見たいね。握手しながら見たい。26日行くから見たいな。じゃあ今のところ握手会とかトーク会で切る切る26日かな。うん、どうしよう。どうしようかな。握手しながら見たい。でもなんかちょっとツーショット会だと、まあ結構ね、一生はちょっとあれだけど、まあ残るじゃないですか。結構いろんな方のね、写真のフォルダーとかに残るじゃないですか。なのでちょっと恥ずかしいかなって思って、まあなのでちょっと私も握手会とかトーク会の方がいいかなって思ってたんですけど、まあ握手会とトーク会かな、今度の幕張の時の握手会とトーク会に着ていくかもね。着ていくかもね。ちょっと気が変わったら、ちょっとあれかもしれない。気が変わったらね。記憶には残る。まあ、記憶には残るけどさ、一生、なんだろう、ミヤビームピンク妖精伝説みたいなさ、残されたらちょっとはず。恥ずかしいんか。ちょっと恥ずかしいの。恥ずかしい格好するのね。いや、なんか普通に、なんだろう、なんていうの、健全な妖精なの。健全な妖精。なんていうの、なんていうの、なんか、ティンカーベルとかそういう感じじゃなくて、なんかちょっと、お姫様みたいな、なんかちょっとそういう感じをイメージしてて、ふわふわみたいな。はい。うん、まあちょっとこの年でも中2でもちょっとどうなんかなってちょっとね思っちゃうので、ちょっと恥ずかしいじゃないですか。なのでまあまあ握手会トーク会ね、オッケーだよ。オッケーだよ。じゃあぜひ皆さん楽しみにしていてください。もしね、ご希望の日ご希望の日にちょっと妖精さんじゃなくてもちょっと許していただきたい。許していただきたいです。あの時こんなの着てたなと後々振り返ってもいい思い出になりますね。そうですね、それがね笑える思い出になったらね、まあいいんじゃないでしょうか。もう今からこんなことを言ってしまってはちょっと、まあね、なのでまあ皆さん楽しみにしていてください。絶対ミヤビームの妖精に合う魔法かけてほしい。もう魔法はいつもない、まあ、魔法なのかよくわかんないけど、ミヤビームでねうわってかけてるので、まあね、その妖精さんの時はよりねうわー度が増すみたいなね、キラキラキラみたいなね、なんかキラキラとかハートいっぱい突き足されるようなね感じをイメージしてください。素敵的なものも持ってますか？多分持ってると思うんだよ。なのでなんかトーク会とかの時はうんーみたいな、握手の時も持ってくかも。みやびちゃんはもともと妖精だから、羽はないよ。羽はない。でももしかしたら皆さんにはちょっと透明な羽が見えるかもしれん。私は見えない。X でピンクのランドセル見てよ。あれランドセルだよね。そうなんです。あのですね、倉島亜美さんがあのランドセルを背負ってて、あの、通常都会の時に。それで、あの、ミヤビーモも背負ってみてよって、あのいてくださったので背負ってみたんですよ。懐かしいとか言ったら笑われました。懐かしいとか言ったらね笑われちゃったよね。もうつい最近だよとか言ってね。はいはい、あの楽しかったです。先輩となんかそういうお話しすることができて、
私はあの茶色ビターブラックな、な、なに、あのダークブラウン、ダークブラウンだ、ダークブラウンなのでダークブラウンだったんですよ。なのでなんか、まあ、本当はピンクとかもいいなって思ってたんですけど、ダークブラウンになって、なのでなんかピンクのランドセルは友達とかがなんか背負ってたりしてたので、なんか新鮮でした。なんかランドセルはランドセルだけど、なんか懐かしいけど新鮮みたいな、そんな感じでした。はい。チョコレートみたいな色かな。そう、なんかダークブラウン、ね、なんかこの前ね、茶色って言ったらね、あのお母さんにね、ただの茶色じゃないよ、もっとおしゃれな名前、ダークブラウンとかみたいな、ね、おしゃれなね、おしゃれな言い方しないとお母さんに言われちゃうもうダークブラウンだよ、ダークブラウンって言って言われたので、大人っぽいランドセルだね。そう、ちょっとあの、まあ、はいちょっと大人っぽい色にしました。お母様のこだわり、そう、お母様のこだわりこだわり、こだわりなの。なんかね、おしゃれな名前で言わないとやっぱちょっと田舎者感が出ちゃうかもしれないじゃないですか。あ、茶色のランドセルですねとか言ってね、なんかね、ちょっとそんな感じが出るそんな田舎者ではないと思うけどクール小学生だったの、そんなみたいな感じじゃない、うわーみたいな、うわーみたいなね。もうなんか休み時間とかもう外で駆け回って転んで、あのお母さんにもう鬼ごっこやめときなさいとかね言われたり、ドッジボールして突き指してね、でもね、ドッジボールやりたいからとかね、なんかいろいろありましたけどね、小学生の頃はいっぱい怪我しました。はいね、小学6年生は結構転んだりねしましたね。はい、いっぱい転びました。今はね、つまずくだけで済むんですよあ、でも最近あの中1の終わりぐらいに、あの授業中にお腹痛くなってトイレに行ったんですよ。ちょっと小走りしたら転んでね、ちょっと大変でしたね。おてんばだったんだね。そう、おてんばだった、おてんば、そうね、おてんばよ、おてんば、おてんばみやびちゃんだったから永遠の小学生やね、みやびちゃん。なんか永遠の高校生とかだったらまださ、ちょっと響きがいいかもしれないけど、永遠の小学生っておうみたいなおうみたいな感じじゃん。なんか永遠の小学生って言ってもさ、なんだろう、おうみたいな永遠の高校生だったらさ、あーあーみたいな感じだけど、なんかわかるわかりますか。なんかドジッコ属性河内かよ、やったねやったね、永遠のバブちゃんなんかね、あの周りの先輩とかからね、バブちゃんって言ってもらえます。でもまあね、配信とかではバブちゃんじゃないって言ってるけど、でも先輩とかに、なんかバブちゃん可愛いってね、あの可愛がっていただけるとすごく嬉しいので、まあいいんじゃないかと思いましたいいじゃないかと思いました。みやび、さつきちがおてんばで、みやびちゃんはセス系でと思ってた。まあまあまあ、あのまあまあ、うーん、でもどっちかっていうとさ、さつきちの方がしっかりしてるんだよね多分。なんかこの前お母さんに言われたんですよ。なんかみやびちゃんは顔はなんかちょっとなんだろう、幼お、ちょっと、まあ、なんだろう、なんかちょっとなんだろう、大人っぽい感じだけど、でもさつきちと一緒にいるとみやびちゃんの方が子供に見えるって言われてなんでなんでな、なんでだろう、なんでだろう、本当になんで、なんでだと思いますか。わかんない、なんでさつきちの方が身長が高いから。なんかこの前のツーショット会とか、さつきちがまあこんぐらいの厚底履いてて、なんか
身長が高くなってたので頑張って背伸びしてたんですけどね、疲れましたね写真撮るときとかもね、でね、ちょっと身長を伸ばすためにちょっと背伸びしたり、背が低いからかな、やっぱり背が低いのか先輩が13期生を可愛がってみやびちゃんが嫉妬する世界線が見えます。でもどうなんだろう、ちょっとね、やきもち焼いちゃうかどうかわかんないけど、まあでも私もね、先輩になるかもしれないじゃないですかはい、もしね、13期生のね、が入ってきたら先輩ってことなんで、ここはこうだよみたいなね、でもそんな先輩面してたらダメだよ、ね、調子乗ってると思われちゃったら嫌なんでおい13期焼きそばパン買ってこなあ、いや言わないよ言わないよ、そんな言わない、焼きそばパン買ってこさせない。みやびちゃんも先輩になるんやね。うん、まあまあまあ、なる日が来るかな。いつかね。いつか来るんじゃない。いつかね。いつか来る。いつか来る。小売りの10箱要求しよう。お金欲しいだけじゃん。要求しませんよ。アイス持ってる猫ちゃん。あと、チョコミックスソフトクリーム。ありがとうございます。今日は私、バニラアイスを食べました。頼むなら大人っぽくクロワッサンにしてね。焼きそばパンじゃなくて。焼きそばパンじゃなくて。クロワッサン、焼きそばパン買えなかった、使えんやつだな、とか、そんなひどいこと言わないよ。私が言うと思いますか、そんな、使えんやつだとかさ、言うと思う、言わないから。ニラアイス、バニラアイス、バニラアイス、ニラアイスって言ったんです、バニラアイス、バニラアイス、バニラアイス。言うかどうかはともかく言いたそう。言わないよ。え、みやびちゃんがコンビニなので、お前どこちやって言ってるの。言わないよ。みやびちゃんなら言わない。言わない。みやびちゃん言わない。言いそうじゃなくて言わないの。言わない。言わないです。私そんなね、ひどい子じゃありません。カエル化って知ってますか？なんかカエル化はあれだよ。なんか、カエル化はあれですよね。なんか、カエル化現象みたいな。フードコートで、まあなんか、なんだろう。その、例えば、彼氏がキョロキョロしてたら、なんか、わ、カエル化みたいなってなるやつでしょ？でも、なんでって思うんですよ、私は。なんか、あんまりその他のカエル化とかはよくわかんないけど、別にキョロキョロしてもよくないって思うんですよなんかね、なんかこの年でカエル化とか言ってたらちょっとあれかもしれないけど、別にいいと思うんですよ。フードコートでキョロキョロしててもフードコートでキョロキョロしててもよくないですか？だってさ、可愛いじゃないですかあ、可愛いみたいな、こっちだよってさ言ってあげたくなっちゃうじゃん。そう思わない私だけですかね、なんかそう思っちゃうね。まあそんなシーンに一回もね、まあ人生で一度まだ13年とかしか生きてないけど、まあそんなね、現象は一度たりともございませんでしたね、そんなね、なかった。キョロキョロしないと席見つかんないもんね。そうだよ、キョロキョロしないと席見つかんないからさ。そうなんですよ、そう、カエル化しないよ
トーク会で他の連をキョロキョロ見てるのも可愛いですか。それはダメダメ、これそれダメだ。単押しでよ、分かった、単押しですからね。単押し単押し。まあでも皆さんが魅力的なので、うん、いいとしましょう。でもちょっとあんまりね、ちょっとそれでね、なんでよみたいなね感じになっちゃう方もいらっしゃると思いますので、まあお気をつけくださいまし。ど根性カエルのピョン吉は知ってますか。知らないよ、ピョン吉だれ、ピョン吉だれよ。食べて、アイス、アイス、ありがとうございます。アイスをね、あの今日ね、あのさっき買ってきたんだ、カクテンボーと、あとハーゲンダッツのいちごトリュフ、ママの分。心の広いみやびさんです。心広いんかな私、わからない。わからない、わからない、わからない、広いのかな。ラブレター、チョコミックス、チョコミックスソフトクリーム、ありがとうございます。体育館の裏呼び出しですか。しません、しないよしないよ、体育館の裏呼び出しされたこともしたこともない。アイス三段アイス、ありがとうございます。スーパーカップバニラが好き、あとはぎっしり満足チョコミント、ぎっしり満足チョコミント、あの食べかけがね家にある、昨日ね半分食べたんですよ。全部食べるとさ、ぎっしり満足チョコミントっていうぐらいだから、ぎっしりさ入ってるんですよ。もうあのパッパッカッコもうスムみたいな、なんかぎっしりみたいなね入ってるので、さすがに全部食べたらお腹が痛くなっちゃうので、いつもそういうなんかちょっと大きめのカップアイスは半分にして食べるんですけど、半分に分けて食べるんですけど、あります。うん、あります、はい。監督やコーチに缶詰されたことありませんか。缶詰、あ、ガン詰め、ガン詰めってね、詰められるってこと。私もう部活でなんか監督とかコーチとかっていう概念がない、もう顧問の先生みたいな感じ、本当に緩くてもうお話ししてても怒られないみたいな感じ。スーパーカップのブルーベリーヨーグルト味美味しかった。わかる。私も食べたんですよ。お母さんがね、コンビニわかんない、買ってきてくれて、めっちゃ美味しかった。めっちゃ美味しかった。お腹痛くなったら転んじゃうもんね。うん。おーん。おー。おおおおう。うん。うん。あ、そっか。あ、そっか。ね、転んじゃうもんね。ね、そう、転んでね。ちょっとすりむいちゃったね。廊下でね。そういう覚えがある。うん。転んだ。さっき言った。さっき言った。お水飲みます。泣いたの？え、ない？え、転んだ時に、ちょっと私はちょっと独り言はねちょっと多いタイプなんですけど、やばいですね、あのあのちょっと独り言がちょっとね、ちょっとどころじゃないかもしれないけどね、独り言を言うタイプなんですけど、最悪みたいな感じでした。しかも誰もいなかったから周りに、うん、最悪、最悪、本当に最悪とか言いながらあのトイレ行きました、はい。しばらくヒリヒリしたんですけど、あのしばらくしたら血が出てきてね、大変なことになって、痛かったです。しばらくあのお風呂でね、足を上げながらこうやって洗ってました、はい。あの転んだ時は大体そんな感じです。最悪、どんだけー、どんだけー。みやびちゃん独り言言うんね。独り言言うんですよ。ね、言っちゃうんだよ。
言っちゃうだよ。うん、ごめんね、なんかそれ自分は今から夜勤だから仕事頑張ってくるよ。ミヤビームに会うためにいってらっしゃい。お仕事頑張ってね、頑張れ。またいつでも配信するからその時は見に来てね、頑張れ。お風呂で Y 字バランスは危ないですお風呂で Y 字バランスさすがにしない。なんだろう、椅子に座ってうまいこと膝に水をかけないように頑張るみたいな、そういう感じ。まあ皆さんも転ばないようにお気をつけください。まあ今日もねちょっとねこけそうになって、最近つまずいて転びそうになることはまあ前からなんですけどまあよくあるんですけど、ちゃんとうわわ危なみたいな感じでね取り留めております。これも、まあ、体感が良くなったかもしれませんね。うわ危ないみたいな、うわーみたいな感じです。はい、皆さんもしっかり足を上げてね歩いてください。くれぐれも気をつけてくださいね。怪我には気をつけてください。支えますよ。みやびちゃん今からエス公園来てみやびちゃんエス公園入ってもどうするの、一体何するの。端っこで踊るんか端っこで踊る。きっと大物だ。松井玲奈さんもよくつまずいてたよ。あ、じゃあもしかしたら将来整体になれるかもしれない。多分偶然偶然、多分すごい偶然だと思う。偶然だよきっと偶然。まあ皆さんしっかり足を上げてね今日会社で転びました、最悪。まあそれは最悪。はい、まあでも転んでもね、まあ転んだ時はちょっとねハーゲンダッツとか買ってあげたりして自分をいたわりましょう。私も転んだ時はなるべく動かないようにしてますやだもう動きたくないみたいなね、ダラダラしてるだけだよね転倒した時近くにバナナの皮ありました。あったことはない、ないですね。コンクリートならありましたね、地面に地面にコンクリートがあってね、より怪我がひどくなっちゃうっていう。コンクリートの上で転ぶの本当に危ない。小学校の時とかコンクリートの上で走らないでってね言われてたのにね、走ったりして転んだりしてましたもんまあ危ない。実はハンゲンダッツ食べるために転んだりしてない？してないよ、してない、さすがにしてない。さすがにね怪我しちゃうし、今日の会議でダジャレが滑りました何言ったんですか一体。もう会議中にダジャレだって。私は今思い出してしまいました。この前の配信で気まずい時はダジャレを言ってより気まずくしたら余計なんか逆に笑われわなんか笑いが生まれるのでダジャレ言いましょうみたいなね。すいませんでしたまあごめんなさいまあそういう時もあるよね。自分をいたわってあげてね。ね、自分をいたわってあげて。だるまさん、いっぱいありがとうございます。みやびちゃんのダジャレ聞きたいな。もうなんか最近さ、ダジャレ配信になりつつあるんですよ。まあいいよ。いくよ。ホタテが穴を掘ったって、まあ懐かしい。
いつ頃の話でしょう。ちょうどあのそれそのイラストが書いてあるスケッチブックも今手元にありまして、懐かしいね。ほら ほら見て、ホタテが穴を、ホタテほらほら懐かしい。あ、これはなんかほうれん草、白菜懐かしいでしょね、懐かしいよね。ほらこれいつだろうね、いつだろうね、忘れちゃったよ。まだあるんだ。そう、まだあるの。意外に面白いじゃねえか。面白い女でしょ ね、でしょ。今日ちなみに晩ご飯は、晩ご飯にホタテが、あります。やったね。はい、こんな感じで。ちょっと懐かしいね、懐かしいね。あー、ちょっと待って、黒ペンが落ちました。サインペン、マッキー、ほらゼブラのマッキー、たまに落ちるんですよ。よしT シャツにしてほしいな。 T シャツに、もしかしたら生誕 T とかでね、ホタテが出てくるかもしれないね、出てきたら、あの時のホタテだってね、思ってくださいね。レインボースターありがとうございます。レインボーだよね。よし、レインボー。ほうれん草に穴はほれん草。おーはい、皆さんリピートアフターミー。ほうれん草に穴はほれん草。ほうれん草に穴はほれん草。オッケーオッケーオッケーはい、まあこれでダジャレレパートリー増えました。寒いね。ごめんなさい、寒いですね。生誕 T シャツはミヤビームのロゴは入るんじゃない？なんか今考え途中なんですよ。生誕 T シャツどうしようかなって。まだあの何も言われてないんですけど何も言われてないんですけどね、どうしようか考えてますね。何書こうかなみたいな。生誕 T シャツで提出したらマネージャーさんからこれでいいのって確認メール来そう来たらどうしよう。本当に来たらどうしよう。ダジャレ、これ恥ずかしいね。ダジャレ、まあまあでも、はい、恥ずかしいよちょっとだいぶ恥ずかしいよ。結構ほうれん草に惚れそう。あ、皆さんリピーター2人、ほうれん草に惚れそう、ほうれん草に惚れそう。はい、もう完璧ですね。もうほうれん草レパートリー2つも増えちゃった。まあ皆さんもほうれん草レパートリーどんどん使っていきましょう。初めての生誕 T シャツだからインパクトあるのにしないと。何だろう、インパクトのあるホタテ、ホタテやっぱり。ビームちゃんやシャー君も生誕 T に登場したり。あーね、どうしよう、なんか好きなものを詰め込むとかでもいいかもね。デカデカとホタテを書くとか、書くとか書くとか書くとかちょうど暑かったので涼しくなりました。それは良かったね。なんかちょっとね、今日外ね、日向が、太陽が出ててね、暑かったもんね。よかった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 。流れ星ありがとうございます。私はちなみに今涼しくも暑くもない、適温、常温です。適温適温適温だよ。はい、
エアコンはついてないんですけど、今空気清浄機はついてる。でも適温だよ。適温28度設定。エアコンついてないよ。エアコンついてないよ。エアコンはねついてない。動いてない。ついてない。あのつけようと思えばつけれるんだけど、すごい適温だから。メルヘンな絵とか描いてもいいよ。みやびちゃん絵が上手いから。お、じゃあ描いちゃいますか、久しぶりに。何メルヘンな絵って。なんだろう。妖精さんとか。妖精さん。メルヘンな絵。メルヘンな絵はなんだろう。じゃあ、まあメルヘンだから、まあまずはプリンセスを描いちゃいましょう。プリンセスを。皆さんプリンセス。ちょっと待って、ここ描きづらい。はい。ダジャレ言ったら空気清浄機が今日にならなかった。あ、緑ですね。緑。めっちゃ正常でした。ちょっとね、今日にはね、ならなかったですね。ちょっと威力が弱かった。はい、まあプリンセスを描くも描くよ。プリンセス、プリンセス。プリンセスみやびちゃんだよ。プリンセスみやびちゃん、なんだろう、プリンセスみやびちゃん。ちょっと待って、最近ね、ちょっとね、絵柄がね変わった。なんかね、前のも描けるんだけど、より簡単に可愛く描ける方法を見つけてしまったんですよ。メルヘンみやびちゃんはどんなプリンセスがいいですか？何がいい？白雪姫とかシンデレラとかさ、オーロラ姫とかラプンツェルとかさ、いろいろあるけど、どうしますか？どうしますか？ピンク妖精みやびちゃんもお願い。ピンク妖精みやびちゃん、じゃあピンク妖精みやびちゃんも描いちゃおう。プリンセスも描きたいからどうします？ラプンツェルかシンデレラとか、シンデレラとか、あと白雪姫とか、いろいろ。ピンクのランドセル、ピンクのランドセルはちょっと、ピンクのランドセル、何がいい、何がいいですか？ピーチ姫はいいですか？ピーチ姫いいんじゃない？でも人魚姫はねちょっと露出が多いのでダメ。露出が多いのは禁止です。あのちゃんとドレス着たね、私はプリンセスがいい。アリエルも好きだけどね、シンデレラかピーチ姫でも。どうしよう。どうしよう。じゃあ、まあ、うん。どうしよう。じゃあ、ピーチ姫かシンデレラで、まあ、投票を取りましょう。じゃあ、1がピーチ姫、2がシンデレラです。どうぞー！ 1 がピーチ姫、2がシンデレラ。さあ、どうでしょう。あ、お2、な、1、あ、1、お、1が、1が、あ、でも2も来た、あ、1も来た、あー、あ、2も来た、あ、1も来た、あ、1がいっぱい、あー、でも2もちょっと来てる、1も来た、1も来た、あ、2も来た、1も来た、あ、1が多い、1が多いぞ、あ、2もちょっと来た、2も頑張れ。1か2か、どっちだ、どっちだ。はい、まああと10秒、あと5、あ、まあ5秒にしよう。5、4、3、2、1、トゥルルルル、投票終了。あ、1が多い、1ってなんだっけ、ピーチ姫か、あ、1ってピーチ姫だっけ、1ってピーチ姫だよね。
1ってピーチ姫？え、皆さんちょっと1ってピーチ姫だっけ？あ、ピーチ姫？オッケーオッケー。じゃあピーチ姫を描いちゃいましょう。でも、あの前髪はそのままね。前髪はそのまま。ちゃんとあの画像も見ながら描いていきたいと思います。ピーチ姫ねー。ピーチ姫。こういう時は Google 先生を駆使します。どうしよう、でもさ、髪の毛もちゃんとした方がいいですよね。じゃあそうしよう。ちょっと待ってね。じゃあ皆さんにね、ピーチ姫ミヤビームの描き方をご説明しちゃいましょう。じゃあまずこんな感じで輪郭を描きまして、でその後に、まあ、ピーチ姫に見せるということなんですけれども、まず普通にね顔を描いていきたいと思います。こんな感じで、そしたらピーチ姫は結構まつげがあるので、まつげをねちょっと付け足していきます。何本もつけるとちょっとケバくなるので、まあピーチ姫何本もまつげあるんですけど、まあ1本にしておきましょう。ミニキャラなので。あとね、唇がねうるうるみたいな感じだから、唇も再現していきましょう。まあでも、まあ、この状態はちょっと見せないことにして、まあお楽しみにしていてください。ピーチ姫ちょっと髪型難しいね。なんか一時期さ、ピーチ姫の唇を再現するやつがちょっと流行ったの知ってますか？なんかなんたらなんたらピーチなんたらみたいな、ピーチの口にするやつ。私もねちょっとやってみたいなって思ったんですけど、でも私がピーチ姫になってもなーって感じしちゃって。難しい、ちょっと難しいよこれ。よいしょ、よし。王冠もねちゃんとつけて、よし、よし。そしたらミニキャラはですね、ちなみに首を短くするのがポイントです。私はちょっと首がちょっと長めなんですけど、お母さんに似てました。多分なんかピーチ姫の画像見ながらちょっと描いてるんですけど、結構ねあのミヤビームの原型とどめてないです、これは。普通にピーチ姫を描いてることになっちゃってる、これ。これはもう普通にピーチ姫になっちゃう。腕の長さ間違えた。ちょっと修正、ちょっと修正。ちょっと修正。腕の長さ間違えた。ちょっとみやびちゃん一生懸命ごまかしたいと思います。なんかバランスが微妙なので、もう一回描きます。ね、難しい。一発書きなのでちょっとむずいね。
でもあの2回目なのでちょっとコツをつかんできたような気がする。めっちゃそんな気がするだけ。ピーチ姫はピアスをつけてるのでしっかりピアスもつけてあげましょう。ごめんなさい、ちょっとね、無言なんで無言配信になっちゃってる。ちょっと待ってね、もうちょいで出来上がるよ。出来上がる、できます、かけます。まあ一応ミヤビームの元気をとどめたいので黒髪にしておきます。一気にピーチ姫感なくなると思います。多分一応ミヤビームのね元気をとどめるために、今のままだとちょっと普通にピーチ姫描いてる感じになるので、ちょっと色塗り雑なんですけど、あともうちょいだ。それじゃあいきますよ。ミヤビーム姫まで。ビーム姫まで。3、2、1、じゃーん！はい。黒髪でミヤビームをとどめました。ミヤビームの原型をとどめました。はい。頑張った。頑張りました。ミラーボール、ありがとうございます。かわいいでしょう。ポイントは唇。唇がね、ピーチ姫ね、うーんってなってるので、唇を頑張りました。唇をね、頑張りました。はい、まあ、ピーチ姫はこんな感じ。じゃあ次は妖精さんかな。妖精さんを描きたいと思います。よし。尊い、ありがとうございます。ビーム姫です。ピーチ姫ならぬビーム姫。次は妖精さんですね。妖精さんはもう任せてください。もう普通にミヤビームを描いて、でそのその後にちょっと妖精を描けば大丈夫。
どうしよう、妖精の衣装ってなんだろう妖精の衣装ってなんだろう、ティンカーベルみたいなのしか思いつかない。妖精、調べてもティンカーベルばっかだよティンカーベルばっかしか出てこない。あ、いいの見つけた。ちょっとこれを参考にして書こう。頑張ってますちょっとあまりにも無言なのですみません、ちょっと頑張ってます今。あ、首がおかしくなった首がおかしくなったよ、ちょっと待って頑張るよ。よし、意外と妖精が難しいです。なんか難しいよ。どうしよう。よしよし、ちょっと待って、もうこれミヤビームちょっと本気出しちゃいます。これはちょっと本気出しちゃう。ミヤビーム、ミヤビームちょっと本気出しちゃうね。これ頑張っちゃう。ちょっと待って、ミニキャラだと逆に難しいかも。ミヤビームちょっと頑張っちゃうよ。ミヤビームはちょっと絵を描くのが普通に好きなので、ちょっと人を描きます。ちょっと頑張ります。ちょっとうまいかはよくわかんないんですけど頑張ります
うん、難しいな。難しいかも。難しいな。ちょっと頑張ります。まあちょっと肩幅がっちりすぎちゃったかもしれない。やばい、肩幅がっちりビールになっちゃうよ。どうしよう、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、本当に待ってください。どうしよう、結局ミニキャラに落ち着きそうな予感がしちゃうんですけど、ちょっと頑張ります。頑張ります。あ、インク残量が少なくなってきました。ちょっと待って、あー、ちょっと待って、頑張れ頑張れマッキー頑張れマッキー。できましたできました、頑張ったよみやびちゃん、ちょっと頑張りました。ちょっと雑なところもあるんですけどね、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。かけたよ、頑張りました。みやび、じゃあいきます。よし、妖精に足りないところは、あ、待って、ちょっと待ってくださいね。まあいいや、うん、まあいいや、まあいいや、いきますよ。いくよ、いくよ、せーの、じゃーん頑張ったー。はい、妖精ミヤビームの完成です。ちょっと美化されすぎなんですけど、頑張りました
頑張りました、ミヤビーム。はい。ちょっとね。はい。頑張りました。頑張ったよ。はい。一発書きということもあって、プレッシャーもあったんですけど、頑張りました。はい。めっちゃ可愛い、めっちゃ可愛い。上手、上手やった。ありがとうございます。意外とレベルが高かったでしょ。今までね、ミニキャラとかしかね、あんまり皆さんの前で帰ってきたことがね、こういう感じのやつは少ないと思うんですけど、幕張で着るカモのイメージをして描いた。まあまあ、まあ、これはないかな。これはないかな。このなんかちょっと青っぽいあの蝶々はないんですけど。ランドセルがない。あ、ランドセル。ちょっと、ランドセルはちょっとハードルがね、高かった。ピンク、水色、白、サイリウム、ありがとうございます。はい、ということで、皆さん、すいません。あの、最後までお付き合いいただきありがとうございました。ミヤビーモの落書き、ありがとうございました。リコーダーはちょっとあのハードル はい、まあ、リコーダーはちょっとあの、まあ、リコーダーはさすがにステッキとしては持たないかもなんですけど、はい、ということで妖精ビームの完成でーす。キラキラー。はい、まあたまに落書きでね、なんかこういう感じの女の子とかを描いたりしてます。ダメだよ、ちゃんと授業受けなきゃいけないんですけど、たまにちょっと落書きでね、ちょっとなんだろう、先生がなんだろう、なんて言うんですか、ちょっと隙間時間ちゃんとなんかができた後にこういうことをしております。一応するとしても。はい、ということで皆さん、はい、妖精をかけたということで、はい、皆さん今日は配信を見に来てくださりありがとうございました。あの、そろそろ配信を終わろうと思います。最後にランキング読みをして終わりたいと思います。で、13位、モンガさん、ありがとうございます。12位、黒ジャケットさん、ありがとうございます。11位、ももさん、ありがとうございます。10位、みーちゃんビームさん、ありがとうございます。ビームビーム。9位、平成持ってるメガネさん、ありがとうございます。8位、雪だるま作ってるさん、ありがとうございます。7位、ホワイトトイプードルさん、ありがとうございます。6位、10周年アニバーサリーさん、ありがとうございます。5位、緑のトップスさん、ありがとうございます。4位、オレンジ猫の着ぐるみさん、ありがとうございます。3位、パンダの着ぐるみさん、ありがとうございます。2位、長谷川のあちゃんの旗持ってるさん、ありがとうございます。そして1位はメガネかけてる伊集院さん、ありがとうございます。皆さん今日は配信を見に来てくださりありがとうございました。また配信するのでその時はぜひ見に来てください。それじゃあ、バイバーイ。バイバーイ。じゃーん。少しタイム、少しタイム。少しタイム、少しタイム。バイバーイ。ありがとうございました。バイバーイ。